合は延長の末、野村選手が勝ちました。続きまして第2試合の赤、愛知県電子6段日置康則選手、対しまして白、大分県5段竹下良平選手の試合が行われます。
第2試合場、これより延長に入ります。第2試合場、これより延長に入ります。
第2試合場、これより延長に入ります。第1試合場、指導、下松選手の面が決まりました。滋賀県勝選手対愛知県下松選手の試合は下松選手が勝ちました。